勝山恐竜の森は福井県勝山市村岡町寺を認知する里山の豊かな自然環境を保全した都市公園。正式名称は長尾山総合公園。園内には福井県立恐竜博物館がある。園内のティラノサウルス広場2000年7月に開催された恐竜エキスポ福井2000の会場として整備され、エキスポ閉幕後に 都市公園として市民に開放されている。公園の管理運営は、勝山市から指定管理を受けた NPO 法人、恐竜の町勝山応援隊が行っており、公園管理事務所は、公園内のチャマゴンランドに設置されている。園内には、福井県立恐竜博物館があるほか、化石発掘体験場や、恐竜や巨大昆虫ロボットの娯楽施設、バーベキュー場、 アスレチックなどの遊具が設置されている。積雪のため、冬季には屋外施設の多くが利用できなくなるが、クロスカントリースキー体験や雪上トレッキングなどのイベントが不定期で開催される。ドキドキ恐竜化石発掘ランドでは、実際の恐竜化石発掘現場と同じ約1億2000万年、前の地層である手っ取り層群茶炭層の岩石を用いた化石発掘体験ができる。 全国から年間2万人以上の子どもたちが化石発掘体験に参加しており、2014年には発掘体験に来た小学生が国内初となる恐竜時代の哺乳類骨格化石を発見している。勝山ディノパークでは実物大の恐竜ロボット43体が設置された森の中を歩いて楽しむことができるほか、電気自動車で巨大昆虫を巡るツアー等も開催されている。 ありがとうございます。